先だったね。不意に寂しさを見せつける君を抱きしめてあげれるその日まで。うまく言えないさよならが素直な自分へと帰ること、言葉は下手くそなのに月が僕を急がす。そこが暖かい場所なら君はいつも花を咲かすの。近づけば近づくほど離れてく気がしたよ。真剣にやってる、うん、写真真剣って、だって俺そんな普通にポケット撮って見てるだけやろ俺。おう、うん、まあ、結構数ない家族写真みたいなだっていやいや、あれかっこよく撮ってたじゃん、あのなんだっけノーマットのさ最初に出たやつです。いや、たまたまやで、あれ。あ、そう、うん、俺だっていつもポケット撮ってるだけやね結構あ、そう、そうやね。そこが暖かい場所なら君はいつも花を咲かすの。諦めてたはずなのに今でも君だけを愛してた。うまく言えないさよならが素直な自分へと帰ること、今は下手くそなのに月が僕を急がす。そこが暖かい場所なら君はいつも花を咲かすの。近づけば近づくほど離れてく気がしたよ。あの日に見た紫をまた友達だし、気の知れた、まあ、仲間だし、じゃあ一緒にやろうよ的なね。仲いいからとかそういうことじゃなくて、別にね、ジンがやってるやつ見てかっこいいなとも思ったやつもありましたし。おお、いや、まあ、リップサービス。お昼どうする？これをプチッとしてうどんに。